日本には水陸機動団という島嶼防衛を目的とした部隊があるのをご存知でしょうか。離島奪還などを行う部隊です。水陸両用車などを所有しています。今回は多国籍で合同軍事演習が開催されたタリスマンセイバー21を詳しく見ていきますね。珍しいことに韓国海軍も参加していますが、一体何をしに来たんでしょうか。疑問だ。2021年は、イギリスの航空母艦であるクイーン・エリザベスらの空母打撃群がアジア太平洋地域に派遣されたこともあり、日本の陸海空の3自衛隊も複数の国の軍隊との合同軍事演習を頻繁に実施した年となった。そうした中で振り返ってみたいのは、尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛に重点を置いて設立された陸上自衛隊の水陸機動団、その霊下にある第2水陸機動連隊も参加したタスマリンセイバー21演習である。タスマリンセイバーと銘打った演習自体は、2005年からオーストラリアとアメリカとが開始した合同軍事演習であり、主催国のオーストラリア周辺の空海域において両国の同盟関係に基づく軍事的な連携を強化するものだった。日本は2019年のタスマリンセイバー19、2ヒューガ、片護衛艦の2番艦、伊勢、大隅型輸送艦3番艦の国先を派遣して参加した経緯があり、オーストラリア、アメリカとの3カ国による合同軍事演習の位置づけであった。今年2021年のタスマリンセイバー21については、日本は前述したように、陸上自衛隊が水陸機動団の第2水陸機動連隊を、海上自衛隊が高波型護衛艦の3番艦、巻波を参加させ、水陸両用作戦の技量と連携強化を図っている。これは、今回のタスマリンセイバー21が、中国の海洋進出による太平洋地域の島嶼防衛のテーマの下で開催されたためであり、いわゆる自由で開かれたインド、太平洋のスローガンを具現化する合同軍事演習だったことによる。タスマリンセイバー21は2021年6月25日から8月7日までのおよそ6週間にもわたる日程で行われ、オーストラリア、アメリカ、日本に加え、イギリス、カナダ、ニュージーランド、韓国が参加して行われた。また、別枠のオブザーバーとしては、さらに、インドやインドネシア、そしてドイツ、フランスも、名を連ねており、新型コロナウイルスの影響で、前回の総数2万名を下回ったとはいえ、同1万7000名ほどが参加する大規模合同軍事演習となった。個人的に、若干の違和感を覚えたのは、最近のこうした多国籍間での合同軍事演習には、新型コロナウイルスの件を、名目に参加を控えていたと見受けられた韓国が、一応の参加を果たしている点を挙げずにはいられない。韓国は、地政学的にも、地続きの北朝鮮からの直接的な軍事的脅威を抱えており、これを背後から支援する中国の顔色を伺うことは、ある意味仕方がないことだとも思えるが、タスマリンセイバー21は、かなり明確に、中国牽制の姿勢を示しているからだ。一説には、これまで、中国と自国とが、距離的に隔てられていたオーストラリアが、政権を含め、国を挙げて親中であったことと同様に、自国近海ではない、オーストラリアの周辺海域だからこそ、韓国は参加をしたとみなす意見もある。昨年2020年初頭に、新型コロナウイルスの問題で対立して以降、政治的にも経済的にも、反中国の姿勢を明確に打ち出したオーストラリアだが、実は、この方向性の急激な変化も、つい最近のことである点には留意しておく、必要もありそうだ。今回の、タスマリンセイバー21、合同軍事演習の目的について、オブザーブ参加ながら、中国との国境紛争を抱えるインドのメディアは、太平洋の島嶼国家への中国の軍事的脅威から、
保護する実力を誇示することだと示唆している。この指摘がタスマリンセーバー21の意図を的確に示しているとするならば、軍事的、経済的に中国回帰の姿勢を見せつつある韓国にとっては看過しがたい事態なわけで、何をもって参加したのかは気になる部分だと言えよう。ただし、こうした指摘を見せていたインドのメディアではあるが、当のインドは2021年12月にはロシアとの新たな経済的、軍事的連携を強化する動きに出ており、アメリカや日本が志向してきたクワッドの枠組みからの乖離も感じられなくはない。インドやトルコなどの新興勢力国は、近年のアメリカ中心の西側諸国という枠組みに収まらない方針を打ち出していることもあり、今後のアジア太平洋地域が必ずしも中国包囲網という一枚岩にまとまらない可能性もありそうだ。さて、タスマリンセーバー21だが、防衛省の陸上幕僚幹部は、オーストラリアにおいて同国陸軍並びにアメリカ・イギリスの海兵隊と陸上自衛隊との4カ国での初の実戦的演習だと説明している。演習の内容としては、オーストラリア海軍の艦艇を使用し、同国陸軍とアメリカ・イギリスの海兵隊と陸上自衛隊の第2水陸機動連隊の各部隊が水陸両用作戦に合同で取り組むものと定義されていた。当時の岸防衛省は、こうした水陸両用作戦に加えて、オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ、韓国の5カ国の艦艇14隻や哨戒機が参加する水上射撃及び対潜戦闘の訓練が実施されると説明。護衛艦巻波がこれに従事した模様だ。ちょうどタスマリンセーバー21が開始された後の7月1日に、中国は同国共産党の総創立100年の節目を迎え、これを記念する式典の中で習近平主席は、軍事力を背景とした国家としての中国の強化を唱えた。直接的な中国の動きとしては、タスマリンセーバー21合同演習が敢行されている海域に対し、同国海軍から少なくとも2隻の艦艇を情報収集のために派遣したようだが、これも織り込み済みだとオーストラリア軍では述べていた。今回のタスマリンセーバー21は、前述したように水陸両用作戦をオーストラリア陸軍、アメリカ・イギリス海兵隊、陸上自衛隊の第2水陸機動連隊の4カ国合同で行うことに主眼が置かれているが、アメリカも新たな戦術を模索しているようだ。これはアメリカ海兵隊も、もともとは水陸両用作戦を前提にした緊急展開部隊である。反面、近年の主な展開地域は中東地域であり、長く続いたその地での任務は水陸両用作戦からは外れており、部隊そのものの再編も進んでいるからだ。それまでのアメリカ海兵隊は、M1 エイブラムスなどの戦車も装備する部隊だったが、最近、この方向性は見直され、同戦車の運用は、すでに廃止されており、これらをもって、敵前衛上陸用舟艇で切り込むような戦術は、見直されつつあるのだろう。それを考慮すれば、日本版の海兵隊とも言われる陸上自衛隊の水陸機動団も、アメリカの新たな戦術を取り入れていくものと予想されるが、そもそも同部隊が投入されるような状況に南西諸島が陥るのは末期的なケースだと思える。個人的にはそのような中国軍の南西諸島への上陸を未然に防止するための兵器やシステムに最大限のリソースを割く必要があると思え、水陸機動団は中国軍に上陸を思いとどまらせる抑止力としての存在と見るべきではないだろうか。それを踏まえれば、南西諸島防衛に向けては、現在進められている1-2式地対艦誘導弾や、
その能力向上型の配備の強化や、沖縄本島以外での航空自衛隊が、使用可能な滑走路の確保が、最も喫緊の課題だと思えてならない。